7時31分回っております。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。避難生活の長期化で体調崩すなどして亡くなる災害関連死も含めて6434人が亡くなった阪神・淡路大震災から29年、で1月17日にはね、犠牲者を追悼する行事が兵庫県内の各地で行われました。改めてこの29年前の教訓から今能登半島地震の被災者に国とか自治体が対応すべきことは何か、これについて大阪府保健医協会の理事長で大阪市内旭区で開業されてます宇都宮武弘さんにお話伺います。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。1.17 ね、この行事に保健協会さんも関わっておられたんですね。はい、兵庫県の保健協会が阪神淡路大震災救援復興兵庫県民会議というのに加盟しておりまして、はい、1996年から行われている追悼集会に関わっているんです。はい、この県民会議は当時の阪神淡路の被災者の暮らしの実態を伝えて、被災者の生活再建への公的保障制度を求め、生活環境を支える上で必要な対策を何年もかけて国や自治体へ働きかけ、現在の被災者保障の確立に大きな役割を果たしたと思います。なるほど、被災直後の生活をする場の確保って大きな課題でね、迅速に国とか自治体の対応を求められますけれども、そうした対策に阪神淡路大震災の教訓がどこまで生かされているのか、いろいろ改善されているところもあるとは思うんですけども、報道を見てましても体育館なんかでね、長い期間の生活、こう避難者生活がプライバシーの問題とか衛生上の問題とか、毎回こうした災害あるたびにちょっとやっぱりどうにかならないかなって先生思いますよね。この17日に行われた県民復興会議のメモリアル集会では、能登半島地震被災者が避難所で水がない、食料がない、トイレがない、テレビなどで見る限り体育館などの大空間でプライバシーがないなど、29年前の阪神淡路大震災当時と全く同じ状況を繰り返していることに驚愕しますというふうに指摘されています。はい、そしてこうした状況について2016年に制定された国の避難所運営ガイドラインでは、このような状態が多くの被災者が体調を崩す恐れと隣り合わせの生活で、海外からの支援者から国際的な難民支援基準を下回るという指摘があったことを重く受け止め、質の向上を目指すと明記されています。ガイドライン制定から7年以上経ちますが、日本政府はガイドラインに沿った対策を各自治体に丸投げするのではなくて、対策に必要な財政的支援をきちんと保障することが大事だと思います。手元のメモリアル集会の資料を見ますと、避難所の生活環境について、国際基準は避難所の1人当たりスペースは最低畳で2枚分必要で、トイレは20人に1つ、さらに男女比では女性は男性の3倍の時間が必要として、男性と女性の割合は1対3など、具体的にこれ先生示されてるみたいですよね。はい、ですから県民会議は今回のメモリアル集会で被災者の人権を国際基準並みに引き上げようと提起しています。先週も少し触れました震災関連死ですが、2011年の東日本大震災ではおよそ3800人、2016年の熊本地震では直接死の4倍に当たります200人に上っています。被災者も含めて国民の中に災害は仕方がない、我慢するしかないという考えが根深くあると思いますが、国や自治体はこれでは困ります。被災者の人権と生存権が脅かされているという自覚と、これまでの避難所環境の反省が必要となります。はい、阪神淡路大震災の時は避難所の完全に閉じるまで、6ヶ月要したというふうに言います。避難所は一時しのぎの場所でないという認識の共有が必要かと思います。なるほど、今回もね、2万人以上の方寒い体育館とかでね、避難所生活送ってはります。いくつかの避難所には避難所先で亡くなる震災関連死を防ぐために簡易ベッドなんかも設置はされているみたいですけども、まだまだ不十分でね、特にトイレの問題なかなか解決できていないという報道も確かに先生目立ってますよね。はい、県民会議の集会アピールでは、悲しむべき震災関連死を防ぐためにも清潔で安心な男女別トイレ、
十分な温かい食事、床面から高さを保てる簡易ベッドなどの環境整備は必見の課題であるというふうに指摘しています。また被災により生活基盤を失い、避難と度重なる転居によりコミュニティを失うことの重大性、人間が人間らしく生きていくために住環境の確保と生活再建がいかに大切なのか、私たちの運動が明らかにしてきましたとし、暮らしの再建を求める活動を全国に呼びかけるとしています。まあ、いろいろと考えるところの、ね、たくさんあるお話で、はい、今日も勉強になりました。先生どうもありがとうございました。失礼します。失礼いたします。こういったことってあまり報道されないけれども、はい、このコーナーではね、本当なんか僕もそういう意味ではね、皆さんに知っていただきたいなと思いました。このコーナーにもどんどんファックスメールおはがきください。宛先をアッキンお願いします。ファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 そしておはがきは郵便番号650-8580ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。まあ、大手メディアが報道しないこう医療とかね、こういうその福祉の話、はい、皆さんのご質問ご意見感想大募集なんで、毎月抽選で5人の方に1000円分のクオカード当たります。ファックスメールは今日のテーマ、まあ、つい口ずさんでしまう曲にも使えますしね。はがきは月刊プレゼント金プラの応募にも使えます。ダブルチャンスです。メッセージをお待ちしています。はい、